早いよ。何？何？逃げんなよ、おい。
おい、やめろ。おう。そろそろカムロ町から消えるんか。
キリュウちゃん。ああ、だからあんたを探していた。ああ、どういうことや。俺はな、兄さん、あんたに大吾を支えてほしいと思ってる。もう分かってるやろな。俺は強いやつが好きや。俺に命令できんのは強いやつだけや。ああ、俺を登場界に戻したかったら俺に勝ってから命令せえや。やっぱりそうきたか。さあ始めようか、キリュウちゃん。こうやって向かい合うのも久々やな。せやけど手加減はなしやで。ああ行くで。
ケレちゃんはごっついの。これでほんまにお別れやな。ああ。寂しくなるな、キリュウちゃん。ダイゴのことを頼んだ。ねえ。ただ一つ気がかりなことがある。なんだ。もし六代目がおかしな方向に進んでも。俺には止めることはできへんで。どういう意味だ。大吾、いや六代目はあんたと同じで人を信じやすいところがある。変な連中に利用されなきゃええんやが。大丈夫だ、大吾はそんなバカな男じゃない。そろそろ俺は行く。登場会のこと頼んだぞ。えらいこと引き受けてしもうたな。しゃあない、真島五郎一応やってるやないか。めんどくさ。せやけど桐生ちゃんとの約束やし、しゃあないな。おじさん、ご飯まだ？今真剣なんだ。話しかけるな。こら、ダメでしょ、太一。痛いよ、姉ちゃん。ご飯作ってる時は邪魔しちゃダメって言ったのに。ほら、晩ご飯までみんなで遊んできなさい。ダメ、みんな揃ってからってルールでしょ。はい。うわ、カレーだ。早く食べたい。お腹すいた。集まったわね。あれ、泉は？え、泉ちゃんどこだろう。知らない。シロ、あんた今日学校から一緒に帰ってこなかった？うん、帰ってきたけど。ん？どうしたシロ、知らないのか。知らない。どこ行っちゃったんだろう。いいじゃん、先に食べちゃおうよ。そうだよ、別に大丈夫だって。おじさん、どうする。よし、探してこよう。お前たちは食べてていいぞ。はい、いただきます。
私、頑張る。ああ、俺はお前のお父さんにはなれない。でもお前がこの朝顔に来た時から家族だと思っている。おじさん、泉ちゃん、みんなが待ってるよ。朝顔に戻ろう。ほら、泣かないで、もう。さあ、今日はカレーだ。戻って腹いっぱい食べよう。お前ら、泉がいねえのに食べられないからな。もうお腹ペコペコだよ。いいから早く座れ。こっちおいで、泉ちゃん。早く早く。うん。
じさん、早く早く食べようよ。ああ、よし、それじゃあ、いただきます。おいしいね。おじさん、またこれが。立ち退きって書いてあるけど、私たち出ていかないといけないのかな。最近知らない男の人たちもよく来ているみたいだし、朝顔のみんなも怖がってるんだよ。ちょっと様子を見てくる。あ、やべえ、おい、右入った、来る。はい。